っていう川でこの河川改修とその環境の保全をどう調和するかっていうことを住民の人から相談されてですね、そういうその調整の仕事をしてたんですね。で13年前にこの佐賀の武雄河川事務所の所長に赴任して、でそこから自分自身がその主体となって、どうも主体となってですね、その川作りにをやるようになったんです。でアザメの瀬の事業っていうのが日本でもう最初の頃の自然再生のプロジェクトで、九州では最初の自然再生プロジェクトなんですね。でその川沿いの田んぼ6ヘクタールの田んぼを水害を防止するために購入して、でその跡地利用として自然再生をすると。でその時住民参加の方法を取りまして、普通国のプロジェクトだと委員会形式でやることが多いんですが、これは完全な自由の参加の住民参加方式で行いました。でそう地域の人からいろいろな意見が出てきて、非常に地域の人の意見を聞きながらものを進めるということのこう奥の深さ、それから素晴らしさで、もっといいものができるんですね。住民と行政、それに専門家、こういう人が協力しながらやるものづくり、その環境づくりというのが素晴らしいということをこう佐賀で学びました。でもう一つは石火の整備ということで、あの佐賀の治水化、ちょうど江戸初期、戦国時代から江戸初期にかけてその荒廃した県土をこう再生する仕事を成富兵庫が全県でやってるんですけれど、でその代表的な事例がその石火っていう加瀬川にある水を取る施設なんですね。それの復元事業に関わりました。島谷さん、原発再稼働反対ということをおっしゃっていて、自然エネルギーのことも提案してらっしゃるんですが、はいはい、今九州電力が去年の10月から自然エネルギーの買取拒否をしているんですが、もし原発以外の経済用となった時に自然エネルギーがなかなか進みにくい状況が九州で始まってしまっていると思うんですけれども、また私は大学で小水力エネルギーの研究をしてましてですね、で、まあ、各地で今小水力エネルギーの導入の実証的なプロジェクトをやってました、今までですね。でその中でやっぱり小水力のエネルギーは非常に安定的なエネルギーということで、九州電力ももうそれも購入しないということではないんです。やっぱりメガソーラー中心とした非常に大規模で不安定な電源に対しての、まあ、一応ブレーキをかけるという動きだと私は思ってまして、で北部九州はまだ若干余裕がありますので、自然エネルギー その導入というのは、まあ、進んでいくと思うんですね。でさらに小水力バイオマス地熱ですね、それに関しては、まあ、これからも続いていきますし、まあ、2年後に発送電分離になりますので、その後どうなっていくかというのはこれから見ていかないといけないんですけれど、まあ、自然エネルギーの導入が止まってしまうということではないですね。分かりました、はい、あと原発の廃炉のことなんです、九州電力が昨日、限界原発の1号機については、はい、再稼働ではなく廃炉する方向で、はい、地元 の、あの省庁さんに、市長さんに会ったんですけども、はいはい、今後島谷さんが知事になられた場合、その廃炉についてはどのように進めていかれるご予定ですか？まあ、廃炉を進めるのは事業者側ですので、私はですね、原発のまず停止、それから廃炉をお願いしていくということになりますね。あくまでも事業者がやっていくことですので、知事はそれに対して明確に判断していくということになろうかと思います。それは余談ですが、はい、ドイツの廃炉の現場を見てきまして、はい、ドイツの場合は自治体の長がすごく権限を持って、はい、危ないものを運ぶときとか逐一確認をするという電力会社と自治体の立場が、組長の方が上だったっていうことがありまして、ぜひ九州もそうなって、そうですね、まず安全、県民の安全安心を守るのが知事の仕事ですから、それはもう安全安心に関してはもう万全を期すというのが私の、まあ、姿勢なんですね。それは今まで災害
原発じゃないんですけど、私は水害対策、津波対策ずっとやってきましたので、もう災害の専門家としてその安全安心というのはまあ基本的なことなので、それはもう十分慎重に慎重を期してですねやっていきたいと思ってます。わかりました。あと今佐賀の空にオスプレイが来ている、はいはい、という問題があると思うんですが、はい、今の現状と知事になった場合こういうふうに対応していくというビジョンを教えていただけますか。はいはい、オスプレイはですね、まあ、今情報がまだ十分ないというのが現状なんですけど、まあ、防衛省の方がオスプレイをまあ何機かこう導入していくと。でそれがその今その民間空港利用と民間の利用とその軍事利用は共存するんだということで、まあ説明されていると思うんですけど、将来像がまだ見えないんですね。本格的なこう軍事基地、米軍も入ってくるような軍事基地になってくるんじゃないかという非常に懸念があってですね。で、岩国見てても最初はちょっとということでずる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 こう行くということを非常に懸念してまして、やっぱり最初の一歩をきっちりと、まあ、止めていくということが重要であろうと思ってます。で、佐賀はですね、そのバルーンで非常に有名で世界中から人が来るんですね。それから今年は世界遺産も佐賀市内のにできて、あ、そうなんですね。佐賀のどんなところ？佐賀の筑後川のところに三越海軍跡所という、まあ、近代遺産、明治の初期にできた施設なんですけど、それが、まあ、世界遺産認定に向けてもうかなり前に進むんですね。でそれからラムサール湿地といって世界水鳥湿地に有明海が指定される。それからバイオマス都市として今日本のトップを歩んでるんですね。そういう意味でまあ環境のこのネタといいますかね、環境がもうたくさんあるんですよ。でこれだけ世界遺産もバルーンもラムサールもバイオマスシティもあるっていうのは日本でないんですよ。でこれをやっぱり環境都市としてこうグリーンなイメージの都市としてこれから世界に売り出していくと。で今はもう世界ご存知のように世界のトップの都市は環境都市として売り出していって、それがまた環境が経済に、環境が観光にということでもう循環する時代になってるんですね。そういう形の、まあ、グリーンなイメージの都市としてそのさらに将来次の次世代の子どもたちが夢を持って暮らせるような佐賀にするというのがですね、あのビジョンなんです。はい、これはお願いなんですが、はい、佐賀空港の関西との便があんまりなくて、はい、すごく関西から客さんが、はい、行きにくいという問題があって、はい、ぜひオスプレイではなく、はい、もう少しあの民間機を飛ばしていただいて、はい、すごく自然も綺麗なところだと思う。だからやっぱり佐賀の魅力をね、魅力たくさんあるんですよ。それがバラバラになっているので、やっぱ一つの物語ストーリーを作っていって、あの環境都市としてこう発信していくことが非常に重要なんですね。あの佐賀の中に水クリークっていうかたくさんの水路があると思うんですけど、日本で一番その水の密度が高い都市なんですね。でその一番水を配っているのが石井っていう私が復元した場所なんです。ですからその江戸時代にできたそういう資源が今でもここでは息づいている。でそういうその歴史的なものと、その最近の世界遺産だとかラムサール湿地だとかバイオマスタウンだとか非常に新しいものと両方がこうミックスした非常に魅力的なところなので、それを訴えていけばもう間違いなくですね、環境都市として発展すると思うんですね。そうするとその佐賀空港の便も増えていくというふうに考えてます。今選挙戦戦われていて、はい、その市民の方々の反応はいかがですか。あの私たちの選挙は戦いではなく参加である、選挙は参加のプロセスであるということで、まあ、知事になった時にその応援してくれた方が一つの母体となって佐賀県内の地域づくりをするためのステップとして今やってるんですね。でも県内に今網の目のようにいろんな方があの手を挙げていただいてですね、つながっているところなんです。ただあの市民選挙ですからはっきり見えないんです。何人の方が今動いていただいているか、1000人なのか2000人なのか3000人なのかわからないんですけど、確実にこう広がっている感があってですね、どこに行ってもなんとかさんから頼まれましたよとかですね、あの東京の誰とかさんから頼まれましたよとか、日本中佐賀だけではなくてですね、いろんな人がこうネットワークを組みながらこの選挙を組み立てているということで、あの非常にあの面白い現象がたくさん起きてます。だからポスター貼りにしても
島の島嶼部まで最初に張ったのが私たちのグループだったですし、いろんな意味で、運動量が非常に高まっていると思います。はい、分かりました。どうもありがとう、はい、どうもありがとうございました。あと質問して最後分からなかったことがあったんですけど、水野が一番濃いっていうのはどういう現象？川の中、あの延長、延長、うん、水路たくさんあるんで、見てくあそこにも水路あるでしょ、こういう、これ水辺があるじゃないですか、水路がたくさんあるの、同じ面積の中で一番延長が長いのが佐賀なんです、はい、もともとの天然の川、いや人間が作ったものです。江戸時代に人間が作ったものです。成富兵庫重康公っていうその治水の利水の天才がいてですね、その人が作ったものなんです。それも世界遺産にしたいと思ってるんですけど、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます、はい、ちょっと握手しないといけない。